て始まるざますよ。いくでがんす。ふんが。はい、一週間のご無沙汰でした。つよしです。はい。今日から10月第一放送日です。はい、リアズナラチャンネルも10月より、新たな放送となりました、新学期ですね。新学期じゃないな、新クールです。はい、ということで、つよしのカルチャー話も、10月から9時スタートに、ちょっと調整させていただきました。ちょっと1時間ね、おっとと、1時間遅れるだけでもね、だいぶ、ね、見てくださる方も変わってくるかなと思うんですけどもね。はい、1時間ずれたということで、ますます、のんびりトロトロしていくことになるかと思いますけれども、はい、どうぞよろしくお付き合いくださいませ。ありがとうございます。おはい、エニーさん、今日もありがとう、よろしくお願いいたします。声の方はいかがですか。うん、バッチリですか。大きい、はいはい、こんなもんでしょうか。ゲッチェ、うん、はいはい、ということで、はい、よろしくお願いいたします。どれを BGM を、はいはい、これぐらいで、はい、ありがとうございます。はい、10月といえば、恒例の、恒例の何ちゅうんですかね、何月でしょう、何月でしょう。10月とはピッタタ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 、はい、10月神奈月です。あら、間違えた、当たりです。神奈月ですね。はい。これは放送ですね。はい。間違いです。はい。正解は神奈月です。はい。ちょっとSE が楽しくて、ちょっとこれ使っていきたいなと思ってるんですけれども。はい。神奈月と言いますと、神のない月と書きますね。はい。神のない月で神奈月と。なぜこんな名前がついてるかと言いますと、一説には、神様の月だということで、神奈月ということと、まあ、神様がいなくなる月みたいなことで、はい、実はね、日本には、八百万の神と言いまして、八百万の神と言いましてね、100万って書きます。まあ、あまたの、数えられないぐらいたくさんの神様がいらっしゃりますが、その神様が10月の一堂に、このたくさんの神様が一堂に集まって、出雲大社に行かれるそうで、はい。ね、神様町会議ですかね。そういうのがあるそうで、そういうわけで、日本全国、つつうらうら神様がいなくなる10月ということで、胸月みたいな話があるそうです。はい。いや、ほんまです。はい。一応そういうふうに聞いております。はい。ということで、ちょっとそういえばね、この放送始まって、ちょっと大阪弁で行こうか、いう話をね、ちょっとノリを上げていくために言ってるんですけど、なかなか慣れなくてね、ちょっと今日も調子を上げていきたいと思っておりますけれども。はい。そんな感じでオープニングトークどんどんいきたいと思いますが、新クールに入ったと言いながら、あんまり変わっておりません。はい。オープニング映像は、そうです。オープニング映像も変わっておりません。奈良県飛鳥村の秋風景をお届けしております。そして、オープニングサウンドはギタリスト西川進さんの作品。楽曲で、最新作フォースアルバム奇跡のかけらから1曲いただいております。こちら番組 BGM として今かかっておりますね。はい。西川進さんは、有名ポップミュージシャンやアニメの楽曲を担当されておりますので、皆さんもどこかで耳にしたことがあるのではないでしょうか。はい、あれです、鈴宮春日の憂鬱の、挿入歌で God Knows という曲をね、名場面がありますけど、あの曲の、
ギターを担当されてる方なんですよ。はい、やっとこの話をやるというのは、私あの鈴宮春日をやっとがっつり見ました、この間。はい、ですので、あ、これがこれか、このシーンかっていうのが、はい、ばっちり見ましたんで、これからちゃんとお話ができると思います。はい、もう全部分かったと知ってるぜ俺はっていう感じで、はい、ですです。はい、実は今日はこういう話を、アニメの話をね、最近のアニメの話を最後にしたいなと思っております。その前に、オープニングはね、なんかいろいろごちゃ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 話をするんですけどもね、なかなか始まりそうで始まらないうちの番組なんですけどもね。はい、今日10月ということで、初めて来てくださった方もいらっしゃるかもしれませんが、ぜひぜひコメントよろしくお願いします。はい、ユーストリームとニコニコ生放送でお送りしております。はい、恒例の勘弁トークですが、見てねー、見てませんので飛ばします、すいません、スルーばっかりで。青い炎、青い炎、終わりましたね、最終回。残念、残念ながら終わりましたが、先週ね、見てはる方から、夢落ちだよ、あれ夢落ちだよって言われまして、そんなんありかと思ったんですけどもね、ただ、夢落ちでもいい夢落ちでしたね、俺、てっきり今まで見たことは夢だったのかっていうね、炎君がね、今まで見てきたことは夢だったのかみたいなことになるのかと思ったんですけども、そうはならなかったらよかったですね。一応先生になって、先生になった時に見た夢みたいなね、今までの回想全部夢だったみたいな話でしたけれども。はい。まあ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 、それはともかくですね、私としては、トンコさんはいいんですけれども、誰だっけ。もう一人の可愛いヒロインがあっさり退場しちゃったのがちょっと残念でしたね。もう少し、引っ張ってほしかったんですけどもね。はい。名前が出てこないのは悔しいですが。はい。よいしょ。あとね、最後にね、あのドラマのね、ご本人登場というのが恒例になっておりましてね、今までも何か出ておりましたけどね、最後はやっぱりラスボス的な人たちがお二人ほど出てこられましたけどね、オタキングさんと、あとね、もう一人、濃くて、とっても濃くて熱いおっさんが、おっさん、はい、濃くて熱いおじさんが、バイク屋の親父で出てきましたけども、あれは、私は存じ上げなかったですけど、一発で分かりました。この口調の、このノリは絶対作者だろうと思いまして。大当たりでしたね、下本先生でしたが。はい、ドラマにご本人が登場しておりました。はい。まあ、そんなこともあってね、なかなか本当に、面白くて、大笑いさ、久しぶりに大笑いさせていただきましたドラマでしたけれども、まあ、大笑いの中にも少し熱い、ちょびっとだけね、熱い感情、熱いなんか思いみたいなのも、いただきました。はい、あとは炎くんの顔芸を、ぜひ私この番組で得得したいと思ってるんですがね、ちょっと無理がありますかね。はい、そんなのできたらいいんですけどね、いろいろネタでね。はい、クイッパグれないかみたいなね。はい、結構真似しやすいと思ってるんですけどね。はい、まあ、こんな感じで進めておる番組でございますが、もう一つね、楽しみにしておりました日本戦後サブカルチャー誌、こちらも 最終講義を迎えました。話ゴロッとかありますけれども、はい、この番組でもね、いつも取り上げておりましたけれども、はいね、犬井さん、最終回、最終講義というのは日本のサブカルチャーを戦後から取り上げていくという番組がねあったんですよ。で、60年代、新宿、反共闘、学生運動、そしてアングラみたいな世界ですね、新宿カルチャー、そして70年代、白毛とラジオ、深夜ラジオ放送番組とかね、あと雑誌マガジン、大東とかね、で80年代、原宿渋谷、ね、とか、広告文化の時代とかね、で、90年代は、どこやったかな、どこに行ったんやったかな、池袋じゃなくて、まあ、ね、新しい局面を迎えて、まあ、エヴァンゲリオンかな、あと YMO と、あら90年代か、まあ、いろんな時代をこう俯瞰する、ね、時代ごとにこう戦後のサブカルチャーをたどってくる番組だったんです。大変面白かったので、この番組の趣旨とも大変合いますので、ずっと追いかけてたんですけれども、で最終講義という第10回というのが、先日、ね、行われましてね、サブカルチャーはどこから来てどこへ行くのかということで、0年代ですね、2000年代。2000年から現在2010年代まで
ということを総括しましてね、で何が取り上げられるのかなと最後ね期待してたんですけれども、番組でね、まずニコニコ動画、ニコニコ動画ですよ、ニコ動の皆さん、あ、ニコ生の皆さん、はい、ニコ動カルチャーですね、踊ってみたとか、はい、あと、初音ミクとボーカロイドね、これうちの番組でも取り上げてるんですよ。でぜひアーカイブ見てくださいというのは、多分見てはる方の方がよっぽど詳しいんじゃないかなという気はするんですけど、私親父なんでね、今のその新しいカルチャーについていこうと思って、そういった下心丸出しの特集をしてますんでね、まあよかったら見てやってください。はい、でもね、やっぱ新しいもんっていうのはすごいドキドキしますね、これからのカルチャーっていうのはね、過去のカルチャーを振り返るのも面白いんですけどもね、あんなことがあったっていうのを面白いんですけど、やっぱ今のカルチャーっていうのはこれから何が起こるかわからないというのがすごい魅力ですよね。はい。あと取り上げられた番組に取り上げられていたのがね、キャリーパムパミュー発音できたの、かわいいあれはい、もういいよもういいよ、キャリーパムパミューのかわいいとかね、はい、まあ、ちょっといいですよ。オープニングぐらい遊ばせてくださいよ。はい。で、ドミューンっていうね、DJ ライブを配信をしているね、なんていうんですかね、あるんですよ、そういうサービスが。そういうのが取り上げられていたり。なんかね、クラブしてます乾さん。なんかね、ドミューンって。東京の方でね、まあ、クラブなんですけども、それが、こういう感じで、スタジオ配信してるんですって。いつも。ね。まあ、あんなの取り上げられてたんでね。まあ、たまに中継とか見てたりしてたんですけども、あんなに有名になってると。結構増えてますかね、はい。配信してるのが。うん、ねえ、やっぱ、うん。もうちょっと参考にせななって。そうですよね。うん。まあでも、そうそう、あの番組でもね、触れられてたのがね、その、まあ、ドミオンの代表の小川さんって方がね、おっしゃってたんですけども、昔がそういう、マガジンとかね、サブカルチャーを牽引してた人たちは、80年代はまあ雑誌とかを一生懸命作ってたんですけども、それがまあ今になって、そういったまあ雑誌がどんどん廃刊されていくような状況で、今までそういうコピー、文章を書いてた人たちが、みんなこういうネット配信で番組っていう風なスタイルになんか移行していったんだそうです。有名なところでね、糸井重里さんもね、糸井さんもほぼ日っていうね、毎日配信の日記みたいなのを、でただの日記のサイトじゃなくて、もうほとんどあれ組織になってますよね、今。あんな風な展開ですよね。はい。ですから、こういう、ね、ネット配信の番組ってすごい可能性があるんだなというふうに思いました。可能性は大にある。はい。ね。やり方の問題で。はい。ちょっとそこいろいろとこれから検討していきましょう。はい。イェイ。話ずれました。あとね、新世代ヒップホップとかね、結構興味深かったです。面白いね、ヒップホップってね。うん。なんかもう、ヒップホップ、外人のヒップホップじゃなく、これね。うん、でも、もう、こういう、ブラックカルチャーの、あれ？ブラックカルチャーのヒップホップじゃなくて、なんか結構もう、日本のものになってきてるんやなという気がしました。日本語ラップですけど、もうなんか、その、大元の、まあ、大元のヒップホップの、言ってたら、ね、ブラックカルチャーなんで、それの、そこからルーツであるっていう意識がある人、アーティストもちろんいるでしょうけど、なんかもう完全に、なんか日本人の心境を歌ってるみたいな、そういう、ね、段階に来てるんだなっていう気がしてね、なんかもう、面白い。うん。器用ですよね。そうそうそう、もう独自性が出てきてるなっていうふうに思いまして。はい。ロックでもそうですけどね。そうそう。日本、ロックが日本語ロックにね、移り変わって、どんどん J-POP みたいなのができてきて、過程をやっぱりヒップホップも踏んでいくんかなというふうに思ったんですけどね。ただ真似するだけではなくってね。うん。ねえ、消化してね、若い子がね、器用やからどんどん面白いものにしていってくれてるんやなというふうに思いました。はい。あとなんだ、グラフィティかな、なんかグラフィティ、世界で活躍するグラフィティアーティストっていうのが取り上げてられてましたけど、グラフィティのこう壁に落書きする人と言ったらあれですけれどもね、まあ同じ、知ってる人は知ってるんですけどね。まあまあ、あれは言ってみたら、まあ、
いけないことではあるんですけども、まあ、本当にパブリックな、まあ、公共の場にメッセージをバンって書くみたいなところでなんか注目されてる方もいらっしゃるそうで、はい、うん、はい、まあ、すごい興味深いね、事例がいろいろ紹介していただいてましたんで、これからはやっぱりそこから先はまだまだね、日本の変化していくカルチャーだと、カルチャーシーンだと思いますので、はい、私もすごい、興味深いところでございます。はい、新しい動きが次々と起こり、まあ、それに対してね、世界が注目していると、特にやっぱり、あれですね、日本の今、ポップカルチャーと言われているね、はい、サブカルチャーと、まあ、オタコカルチャーがこうミックスされたような現状らしいんですけどね、今は。それがやっぱりこう、まあ、特にフランスやアメリカでね、すごく注目されていると、まあ、世界的にも注目が集まっているということで、はい、そういった新しい、流れも、はい、あるそうで、興味深い僕ところです。で、この番組でもね、日本のサブカルチャーは、日本のサブカルチャーはどこに行くのかっていう視点で、この番組を今後やっていきたいと思いました。イエス!はい。こんなめちゃくちゃなノリなんですけどね。はい。もうちょっとな、炎子みたいにかっこよくできへんかなと思うんですけどね。はい。というわけで、まあ、オープニングは、話はこんな感じなんですけどもね。はい。で、今後の、コメントが。はいはい。1、3。1、OK。なんだ。ニコ生さんの方ですね。はい。ロリカルチャーダメだ。ですね。はい。まあでも、こいつはなんですけどね、萌えアニメ結構面白かったです。という、今日はそんな話もしたいなと思ってるんですが、ここつなぐのは良くなかったかな。今時のアニメを見ました、私。はい。で、はい、番組で、この番組でアニメばっかり、漫画ばっかり言ってるんで、ちょっと、ええ加減しっかり見とかなあかんなと思ってた矢先に、まとめてね、今時のアニメを見る、機会に恵まれましたんで、ちょっと集中して見てみました。はい。そうなんですよ。まあ、今時のアニメって言いましても、最近のアニメって、私自身がね、大変古い人間なんで、はい。40代でございます。ですので、この私にとって今時のアニメ言ったら、まあ、ここ10年とか、まあ、ここ10年ぐらいのもの、ぐらいだと思ってもらっていいんですけどもね。はい。面白かったね。春日見ました。はい。あと、ラキスタ。まあ、春日はね、大変有名なんで、これは、すごい期待してみたんですけれどもね。すごくぶっ飛んでましたんで、おーって感じでしたね。はい。いやー、でも、レベルは高いなと思ったんですけど、私のような古い人間にはちょっとついていけなかったような気が、はい。なんですけどね。はい。はいはい。学校ものばかりだかんなと。学園ものね。はい。ですかね。そうなんですね。コメントくださった方は大変詳しいんでしょうかね。はい。私、初見で、今回全部初見で見たんですよ。この間、なんだ、一期放送っていうの?全話放送みたいなのがやってたんでね、ずっと見てたんですけれどもね。ラキスタがね、意外と面白かったです。いやー、あれ面白かったです。なんかね、見た目可愛らしいんで、ほのぼの可愛らしいアニメだと思ってたんですけど、まあ、それには違いなかったんですけれども、なんかいろんな、なんでしょうね、小技が効いてると言いますか、面白いなと思って、はい、今時のアニメだなという、はい、気がしました。次はね、あと、はがない。先週、ちらっと言ってましたけど、僕は友達が少ないでしたね。僕は友達がいないじゃなかったです。失礼いたしました。いないと少ないとね、ちょっと、微妙に違いますけど、全然違いますよねって話で。はい。あれもね、面白かったですね。出てくるキャラ、出てくるヒロインが、みんなとんでもなかったんで、本当にいいのかな、こんなことでっていうふうに思いながら見てたんですけれどもね。はい。あと、俺の妹がこんな可愛いわけはないとか。はい。なんかこういうのがどんどん続いてます。これも思ってたのと全然違ってたんで、びっくりしました。はい。そして、シュタインズゲート。という、はい、これはなんかハード SF アニメだったんでね、これ面白かった、これがね、僕一番、まあ、やっぱり年齢的に合うのかもしれないんですけど、まあ、
面白いよ、すごく面白かったんですけども、やっぱ登場人物が大変今時っぽかった、今時だったなという気がしてね、でもすごく面白かったです。そして、未来日記というアニメがありまして、はい、未来日記っていうとなんかねロマンチックな香りが漂ってるなと思った、勝手にそう思って見てみたら大変ホラーだったというひいみたいな、ね、はい、今の子供はこんな見てんのかなとか思いながらね、まあ、子供は見ないか、あれは子供見たらやばいなっていう内容でしたけど、はい、まあ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 、はい、あ、コメントありがとうございます。歯がない、はい、お礼も下着は良作ですよね。うん、なんかやっぱり代表的ないいやつをどんどん会ってくれてたと思うんでね、はい、それをまとめて1週間ぐらいで全部見れたというなんか大変幸福な時間でございましたが、はい、でこの話をね、今日の放送終わりまして最後の方、もし時間がというか、まあ時間作りますんでちょっと詳しく、話したいと思っておりますので、チャンネルは最後までそのままで、間違えた何度かの交代、はい、ということで、はい、最後アニメの話したいと思います。はい、毎回ちょっとずつ入れてるんですけどね、はい、で、はい、今日のメニューですけれども、おう、よいしょ、で今までがちょっとオープニングトークでございましたが、やっと本編に移るという、あ、聞こえてますか。はい、まあ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 、そんなことがありました。あれですわ、某放送局の、開局記念っていうやつね、某放送局って、まあ、ニコニコ動画なんですけれどもね、なんか角川さんと合体したという、合併したというね、ドワンゴと、はい、乾さんも一緒に喋ってほしいんですけど、まあ、ちょっと気が利く、はい、そうです、角川さんがね、なんか、10月に、九州じゃなくて合併って、すごいね。新しい会社になったんですね。昔バンダイと、はい、セガとバンダイが合体したときに仙台になるんちゃうかみたいな笑い話を思い出したんですけど、ね、一緒にすんなっちゃう話よね。新しい会社に、ね、なるってそんなことがあるんかなと思ったんですけどね。角川ってだって、ね、一流だと私は思ってたんですが、いやいや、もちろんニコニコも、あ、ごめんなさいね、ニーさん一緒に話しましょうね、後でね、寂しいね、一人でね、そこで話してもね。いやいや、でもなんか、はい、まあ、そんな事件があって、それで角川の名作はね、作品映画とアニメを一気放送してたんでね、なんかそれを拝見してたんですが、はい、で今日の、お題といいますか今日の内容ですが、はい、西川進さんでございます。今日はね、サロリちゃん、いつも、ユーストリームで見てくださってるサロリちゃんがいらっしゃらないのでちょっと残念でございますが、はい、今日は何の話かと言いますと、なんだ、春日のお話をするんで、それで西川さんのギターが出てくるよっていうようなお話をするよって話でした。サロリちゃん、後でアーカイブ見てね、はい今の個人的な常連視聴者さんへのメッセージでございました。はい、今日は、ピアノベリーダンス墨絵という、私久々に活動らしい活動をしましたんで、それの紹介を、はい、久しぶりにしましたんでね、先週ちょろっと予告編をしましたが、今日は本放送ということで、まあ、実際に動画を出してご紹介したいと思っております。そしてその後ですね、剛のカルチャー話の、総集編をお送りしたいと思います。今までの番組の振り返りです。先週もやったんですけども、ちょっとあまりにも中途半端で申し訳なかったんで、今週はしっかりやりたいなと思っております。と言いますのは、10月からね、新放送になりましたんで、新しく見てくださる方が、増えることを期待して、やりたいと思っております。そして、その時間が終わったら、アミニメ01ということで、先ほどお話ししました0年代以降のアニメという、切り口でお話をしたいと思います。ただ自分が見たアニメの感想を言おうと思ってたんですけれども、なんかもうちょっと、コーナーっぽいところまで持っていけそうな気がしてきたんで、急遽こんな落書きを書いてみましたが、はい、深い意味ありません。0年代以降のアニメということで、キーワードが空気系、世界系、萌えという感じで、はい、いきたいと思っております。
はい、この番組、星の林に月の船。あれ。つやしのカルチャー話です。あ、これ、変えなあかんな。毎週月曜日の9時から、21時から22時半まで、お送りしたいなと思っております。はい、ご視聴は、ディアーズならホームページ。そして、ご覧のユーストリーム、および、ニコニコ生放送です。コメントどしどしよろしくお願いいたします。わあ。おっと、踊れ。私、つよしは、まあいいか。はい、最初のちゃんとやらんとね、ことで活躍する墨絵作家でございます。墨を使ったアート表現で日本の古き良きことから新しいことを生み出していきます。既成の枠にとらわれない。創作活動を目指しております。ということで、早速ですが、ピアノベリーダンス墨絵コラボレーションという、はい、紹介したいと思います。はい、これね、実は、毎年、今回で4回目かな、春と秋に1回ずつこういう、イベントがありまして、それのオープニングに、ご招待していただいておりまして、はい。まあ、文化祭なんで、まあ、ダンスがあり、歌の演奏ありみたいな感じの、ステージなんですけれども、まあ、それのオープニングで、私、まあ、墨を描くというようなことをやっておりまして、で、前回から、ピアノの方とご一緒するようになりまして、で今回はちょっとダンサーさん、ベリーダンスの先生ね、イベントに参加されている方がいらっしゃいまして、まあ、その方を、まあ、ちょっと私お願いいたしまして、モデルになっていただきましてね、書きましたというようなお話でございます。はい。ね、クラシック、ピアノはね、クラシック系のピアノなんですけれども、ね、それプラス、ベリーダンサーの、ダンサーさん、を私は書くんですがね、まあ、その音楽に合わせて、まあ、ベリーダンスといえば、妖艶な舞ですね。あれをいかに書くかというところをぜひ見ていただければなと思うんですが、まあ、こんな感じで、はい、やっておりましたので、で、なんか早速なんですけれども、映像出しちゃいます。ぜひ映像の方でお楽しみください。あれなんか ASE ないかね。はい、ちわけでね、これが先々週の話かな？ん？先週、どっちやったかな？先週、もう先週の話か。先週の月曜日に予告編を出したんですよ。で、お、予告編が入ってる。これはおかしい。これはいかん。これ？ちょっとお待ちを。あ、こっちか。はい。で、今日は本編なんで8分ほどありますが、はい。前編になっておりますので、よろしければご覧ください。
ありがとうございます。ピアノ、リタ、ドラミさんですね。そしてダンスパフォーマンスは、ユウさん、ユウベリーダンススクールというね、奈良の方で、スタジオを持っておられる、ベリーダンサーさんです。もうすごい先生ですね。はい。そして、ちょっと飛び入りで参加されましたパーカッションですね。ハマちゃん、ダブラッカという、中東の楽器なんだそうです。
はい、それとあとお友達がねパーカッションを叩いてくださっておりました。パーカッションのカスタネットかな、はい、あの楽曲はまあ、私がピアノですけども、ちょっとアラビアっぽい雰囲気のやつをお願いしますということで入れていただいた曲だったんですね、はい、そして、スミエパフォーマンスは私つよしでお送りしました。はい、まあ今回で4度目なんで、次回は何を書こうかなみたいな感じでございます、はい、あこちらですね、フルメンバーで、はい、ね、最初は私一人でやってたんですけれども、なんかいろいろ仲間が増えてまいりましたね、はい、仲間っていうか、はいはい、このまま、旅に出そうな感じですが、はい、中東あたりをね旅して、スタンド使いとどんどんエジプト戦ってエジプトに行くみたいなねっていう、はい、最近頭がどうもなんか漫画の方にすぐ行っちゃうんですね私ね、はいありがとうございました。天平宮文化祭あとオーシャンブールバードというね、新大宮、大宮かな、うん、奈良にあります、素敵な、なんだ、スタジオじゃなくて、ライブハウスで、やらせていただきました。いつもお世話になってます。というところで、次の話題ですが、次は、先ほど言いましたように、総集編。手の内見せちゃいやん。見てる方は時々おかしい。私ね、最近ね。はい。拍手でごまかすという。次は、ダイジェストをお送りしたいと思っております。はい。私の番組を、初めて見る方、とか、あと、まあ、昔はどんなんだったかというのをね、ニコ生放送する以前のやつとかをまとめておりますので、どうぞこちらをぜひご覧ください。はいはい、ちょっと音声入力を確認しております。あれ来てる、こっちはちょっとお願いし、ちょっと今調整しております。いけるかな、ちょっと失礼いたします。トラブルでございます。トラブル発生。
有山城、高取城、市議三条。早川千佐と申します。はじめまして、よろしくお願いいたします。今日は3つの城、はい、郡山城、高取城、市議三条、はいはい、というのがありまして、皆さんご存知でしょうか、はい、ということで、いいですね、結構リはい、大阪城を目指して、うん、そうですね、アゲストハウスの町を京畑の地に開業しました。はい、京畑地域といいますのはね、こういう字を書きますね、京の果てと、でこの京都というのは写真だと思うんですけれども、あの蓮城寺さんで、あの、はい、あの大変風通しのいい広間っていうんでしょうか、サロンスペースをお借りしてこのように行われていたんですね。はい、栗ですね、ここね、はい、この私これね、すいません、ちょっとね、音声がだいぶ途切れておりまして、ちょっとあのケーブルが傷んでたようで、はい、ちょっと復旧したんですけれども、ちょっとね、残念なことに。あ、すいません、ちょっと確認の時間を、取らせてください。どうですか？今、問題なく配信されてますかね？はい。ちょっとね、せっかく総集編を作ってきたのに、映像が出てなかったり、音が出てなかったりだと思うんですが、申し訳ございません。いけてます？両方いけてます？
はい、じゃあすみません、ちょっと改めてもう一回最初からいきたいと思います。音がでかい。六流度早川千と申します。初めまして、よろしくお願いいたします。よろしく。今日は三つの城、はい、郡山城、高取城、市議三城、はい、はい、というのがありまして、皆さんご存知でしょうか、はい、ということで。いいですね、結構ディープなお城ですね。ディープなお城なんです。はい、ディープなお城です。素晴らしいです。石垣しか残ってないです。もう、ね、石垣で十分なんですよ。よくこう、はい、お城をこう、はい、なんか地元にあるお城だけど、はい、もう何も残ってないんだよっていうお話を、ね、うん、される方結構いらっしゃるんですけど、はい、土地があるだけで十分です。その地形が残ってるだけで、うん、はい、いろんなものが分かるので、はい、ぜひこう何も残ってないなんて言わないでください。もう、はい、なんでもっとこの身近に、私は本当にその後でお話しますけど、歴史にこう触れたのがすごく身近で、何ら特別なことはないと思って歴史に触れてきたので、はい、そういう、こう環境をもっともっと日本にたくさん作って、もっとね、日本の歴史ってすごく面白いですし、すごく世界中から見ても貴重なものだと思うので、これをもっとその日本人が愛せるような環境を、はい、作りたいと思って、なかなか、まあ、はい、そのためにこう、はい、まあ特にね、若い方、私たちの同年代だったり年下の方に、はい、もっと歴史をこう気軽にポップに楽しめるような、はい、まあ、イベントを作ったりですとか、うんうん、まあ、こう身につけるグッズでそういうものを表現したりですとか、はい、まあ、そういうものを作る人たち、はい、イベントをやる人たちのお手伝いを基本的にしてます。うん、はい、はい、はい、これがですね、今年2014年というのはですね、私の大好きな戦国武将である真田幸村さんが、はい、まあ、彼は大阪の陣というもので戦ったことで有名なんですけれども、うん、はい、その2014年は、はい、その大阪冬の陣という、はい、冬の陣、夏の陣、2年にわたって戦いをするんですが、はい、冬の陣からちょうど今年で400年なんですね。はい、武将として自分のこの戦いというか、はい、自分の道を見つけられた年、うん、から400年という年で、うん、はい、こう大阪城を、ね、一緒にこちらに書いていただいたんですけども、うん、はい、このちょうど今年ね、馬年ですし、ですね、はい、とも絡むので、はいはい、馬にまたがった幸村様が大阪城を目指して、うん、そうですね、はい、そういうオーダーでしたね。自分の新たな道へ突き進んでいくっていうテーマで書いていただいたんですが、うん、はい、これがですね、素敵なゲストをお迎えしております。安西パパと皆様から呼ばれております。安西俊二さんです。ちょっとゲストの方を確認お願いします。いきなりですけど、放送を過去奈良と世界の若者の文化交流を目指す、町屋ゲストハウス奈良町を、京畑の地に開業しました。京畑地域と言いますのはね、こういう字を書きますね。京の果てと。で、過去の放送を振り返っております。すみません、いきなり。トラブルでしたけど、ちゃんと聞こえてますけどね。はい、もうこちらが先ほどと、ね、最初の、割とこの最初の頃のお写真だと思うんですけれども、蓮城寺さんで、はい、大変風通しの春ぐらいの、春ぐらいの番組の内容の、総集編で行われていたんですね。はい、栗ですね、ここね。はい。この、私これね、参加してるんですけども、大きい、江戸時代の地図でした。そうですね、奈良の、はい、珍しい奈良奉行所に保管されていた、うん、奈良、江戸時代の地図ですね、はい、はい、こちらの方、ね、はい、町屋ゲストハウス、ゲストハウス奈良町、こちらはもうご本業のゲストハウスの話です、はい、見た感じはこんなところですね。自転車が、先ほどお話しされていた自転車ちらっと見えておりますけれども、すごくね、素敵な町屋を改装する町屋の雰囲気が色濃く残るというか、もうそのままですよね、町屋。こういった場所なんですけど、この、見てください、この素敵なお部屋。はい。これこういう、奈良の風情が溢れるね、和室があります。ここに泊まれるんですね。
はい、はい、でね、でもともと書道家の方がいらっしゃったということで、はい、田原節山先生がですね、ここに住んではったんですね、うん、ねえ、それでもう、毎日40人ほどの、はい、あの、まあ、寺小屋みたいな位置づけでですね、うんうん、あの書を教えてはったんですね。なるほど、はい、奈良の御師に入る先生だっていうふうに大家さんからは聞いております、はい、なるほどね、はい、ですからこういう、何ですかね、はい、こういうお部屋なんですね。ですごいでしょ、この床の間がね。で、ちょっと奈良ゆかり の, あの角が、鹿の角の飾りがありまして、大変あの奈良の風を感じられるお部屋となってますね。二、はい、月堂机でしたっけ。そうですね。ねえ、かっこいいでしょ、この机ね。ここで多分あの昔、書道、あの書を勉強されてたんですね、きっと。そうね、これが、はい、ここで書道教室をやってる時の、はい、机が残ってましたんで、そのまま使わせていただいてます、うん、ね、素敵でしょう。だから僕この部屋見てもぜひここやと思いましてね。実はあのこちらですね、私あの、去年の春ぐらいにね、BS 日テレさんで取材していただきまして、で心の都スペシャル千年の都千年の旅人という、まあ、お話しいただいたときにぜひこちらでお借り場所ロケーションお願いしたいということで使わせていただいたことがあります。そういったご縁が最初にありました。ですのでこれが残っております。はい、ね、あんなことありましたね。ありましたね、はい、で、はい、実は著名な、女優さんもねこちらに来ていただいたんです、はいはい、で私その方緊張しながら隅に教えたりしたんですけれどもね、ちょっと残念ながらオンエアにはならなかったんで、ちょっと残念です。ちょっと残念です。まあまあ、記憶としてとどめておりますよね、うん。はい、そんなこともありました。そして、放送自体はもちろん あちらで流れたんですけどね、あともう一つの、これ、去年の同じく3月でね、うん、京都でこう巨大墨絵と、ライブパフォーマンスをやりましてですね、この写真、お写真は安西さんに撮っていただいたんですね。こんな感じです。はい、ありましたね。はい、はい、ガッチラ、はい、ただいま総集編をお送りしております。これは冬の奈良の景色をと、まあ、初でもないですね、本格的な、ライブ寸明中継をした時の映像です。いきなり冒頭からね、最初の30分、ライブ、ペインティングのライブ墨絵の中継ということで、書家の葛上智子先生をお招きしまして、まあ、書は今日はメインでしたね。書と墨絵と、あとまあ映像がこう組み合わさってどういうことができるかというのを、ちょっと実験的に今回はやってみました。はい。はい、もう一回これを紹介して。
ういうデジタルのものもフルに活用していきたいなと思ってますので、今後映像とかあと音を出しとかで活躍してもらえて、どんどんこちらの番組でも活用したいなと思っております。 MacBook Pro です。はい、精神の会長話第14夜、先日のね、スミエライブパフォーマンス、天平宮文化祭というところで、先ほどペイント紹介した分をさせていただきました。春版です。
いつでも若い子を見て羨ましい限り、そう若い子を見て羨ましいと思うっていうことはあのまだまだなんていうんですか、終わってないということなんですよ。うんね、まあでもそうなんだけど、はい、でもやっぱりあの、うん、戻りたいとは思わないっていうかね、そう。それはですね、うん、あの世阿弥様が、うん、あの能の大成者の世阿弥様が風刺家伝でね、はい、このようにおっしゃってるんです。年は年なりの花を咲かせましょう。あそうですね、はい、あでも本当にそのおっしゃる通りっていうかね、僕が言ったんじゃないですよ。いや僕が言ったんですよ。世阿弥さんがその名言を、はい、ラジオ番組の方にご招待していただきまして、はい、ですね、ラジオ出演しましたということで、奈良 .fm さんの、ラジガール聞いてみーなという番組に、お招きいただきました。これは奈良市出身のレゲエシンガー、ミーナさんのラジオ番組でした。はい、とても、女子らしい、気遣いのある方で、私も、こんな感じなんですけどね、いつも、なんですけれども、まあ、ラジオ出演の時は、今日なんか新しい、スラスラと、新しい CD が出たみたいで、じゃ早速聞かせていただきました、皆さん。よいしょ。喋るタイミングが。で、スタジオにね、私の作品を持ち込んだり、また似顔絵をプレゼントしたりしました、記念に。はい、大変喜んでいただけたようです。これ、まあ、新しいアルバムを聞きましたよ、皆さん。堀部さんの番組ですね、ランニングショットの、まあ、今期最終回に出していただいたとき、これも選手出していただいたのは時の様子ですね。この時もゲストの、もう一人のゲストの、二重窓になってしまいましたね。方を、代わりの、マキさんを、その場で書いたり、しておりました。はい。立ち飲みバーの方に、まあ、お仕事とかで京都に行ったときに帰りに寄っての、ね、最近お店ができたというか立ち寄ってたんですけれどもね。まあ、あまりに大変お酒が美味しいと。大変お酒が美味しいんで、ちょっと、でも壁がね、できたてなんでね、何もないの寂しいじゃないかっていうことで、酔った勢いで、ガガガガッと書いておりましてね、こんな感じで、はい、よく怒られないなと思うんですけれどもね。はい、私、ニコニコ生放送の方、ちょっと ほぼ初心者に近いものですから、どうぞ皆さん、よろしくお願いいたします。私様の事件ですかみたいな。石坂浩二さんのイメージなんですけどね。はい。でも、今はあれなんですかね。金田一少年なんですかね。はい。ちょっと私それ見てないんでね。事件ですかという方で、精一杯です。はい。で、この剛のカルチャー話と言いますのは、ちょっと説明させています。あ、ありがとうございます。応援していますということで。はい。これは、どなたなんでしょうかっていうのは、ちょっとそれがね、よくわからないんですけれども、僕、ね、もともと、町のプラモ屋だったという、その歴史を、一から振り返るような展示だったんですけど、会場で写真 OK 出たので、ちょっと撮らせてもらったんですけども、懐かしいで、私、ある世代以上からそれ懐かしいんじゃないかなと思うんですけどもね、この時、門間に、なんていうんですかね、門間と大阪のね、門間に、そのガレージを改装したようなお店がありましてね、よう通ってたんですね、中学生のくせにね。で、まあ、そこから、まずお能に行くときにいろんな心配事があると思うんですけれども、まず、わかるだろうかということなんですが、まず最初はね、わからなくてもいいです。とりあえずね、雰囲気といいますかね、いわゆる幽玄という言葉があるんですけれども、その雰囲気を体験、して、できれば、はい、それの方が大事かなと思いますね。でね、いわゆる演劇みたいに、まあ、ストーリーで楽しもうとしなくてもいいです。雰囲気というか、ほんまに経験なのかなと思いますね。で、もちろん、それは初心者向けのお話なんで、もっと中身をね、楽しめるようになればいいと思うんですが、なかなか慣れなければね、簡単にはいかないですね、これはね。はい。で、一応ね、ストーリーというのがあるんですけれども、ストーリーっていうのはね、あらかじめ調べていくといいです。なんとかわかると思います。で、見どころはやっぱり静かな舞ですね。はい。ですので、もうなんて言いますかね、場の空気と、その動作、所作っていうんですかね、動作の美しさと、まあ、音楽もね、全部古典楽器の生演奏ですので、それらと、あと自然の光が、奏でる空間をぜひ味わってみてはいかがでしょうか。
で、ちなみに話すことは全部古語ですので、ほぼ外国語を喋ってると思ってほとんど聞き取れないかと思います。まあ聞き取れなくてもいいんじゃないでしょうかね。慣れてきたらなんとなく分かるようになってくるかもしれません。私は分かりませんが、はい、うん、でですね、あと斧を見てるとね、十中八九私眠たくなってくるんですが、うん、眠たくていいみたいですね。はい、眠たくなる脳ほどいい脳だみたいな、なんか勇気づけられるようなお話も以前私、まあ、よく知ってる方にお言葉をいただいたんで、それからはもう全然平気で寝ながらでも寝たらもったいないと思いながら頑張って見てる感じです。はい、終わりましたおう、総集編をお送りいたしました。はい、第つやしのカルチャー話の第、まあ、10話から19話までというところで、まあ、本当にごく一部なんですけれども、まだニコ生を始める前ですね。はい、いいところハイライトをかいつまんで、はい、お届けいたしました。いかがでしたでしょうか。はい、なんか昔って相当真面目にやってたよね俺ねこんなにおかしくなったの最近の傾向でありましてね。はい、なんか最近壊れ気味だというふうにね、サルルちゃんから突っ込まれておりますが、はい、こうやって見たら本当真面目にやってたね俺ね。はいはい、あと、結構濃かったですよね。当ゲストが多数で、で、ライブ、数名のね、このスタジオを使っての中継も、積極的にやっておりまして、それをダダダダと立て続けに、行ってた時期でした。今年の春から夏にかけてかな、夏前ぐらいです。冬からまあ春にかけてあたりでしたけれども、はい、真ん中にでやっておりまして、まだ漫画のマの字もあまり出てこなかった頃で、で最後の方に初めてこうプラモデルの話を実験的に、はい、まあ、自分が知ってるまあそういう、なんでしょう、サブカルチャー的なものを初めて取り上げた回もありました。はい、それがどんどん後半どんどんエスカレートしていくみたいなね話になるわけですが。はい。で、あとね、ゲストに来ていただきました。最初、六流堂の早川千佐さん、この番組のために、静岡から、駆けつけてくださいました、クイーンオブ歴場さんでございます。拍手はい。で、カラオケのね、大河ドラマで。真田幸村に決まりましたということで、大変気合が入っておる、この頃の彼女でございます。また、機会があればこの番組に来ていただければなと、ね、放送がある時ぐらいには、はい、それまで頑張って続けないといけないですね、俺ね。はい。そして、今でもね、住江教室でお世話になっております、安西さん、奈良の京畑というね、地域の活性化に取り組んでおられる素敵なパパでございます。はい。ありがとうございました、どうも。はい。いろいろ。いつもお世話になっております。そして、初夏のね、大変美しくて力強い、男勝りな書を書かれる先生、はい、初夏の葛上智子さん、はい、準レギュラー並みの勢いで来ていただいておりました。はい、来たら、素敵な書と、独自と私に入って帰っていくという。はい、大変ツンデレな彼女でございますが、そんな風に言っていいかな、怒られそうやな。また、来てくださいね。はい、ちょっと最近、なかなか忙しくて、って言ったらあれだな。まあ、ちょっと、いろいろ都合がありまして、そういった中継とかゲストの方がね、今お呼びできない状態なんですけれども、はい、ちょっと秋ぐらいでまたね、はい、ぼちぼち始められたらなと思っております。と言いながら、秋は秋で皆さん忙しいかな。ねえ、秋はイベント盛りだくさんですからね。はい、どうもありがとうございました。はい、またね、総集編の続きは今月やっていきたいかなと思っております。さて、皆さんお待ちかねのアニメトークなんですけれどもね、ちょっと、あ、そうそう、トラブルがありましてね、時間が押してしまいまして、申し訳ございません。ちょっとね、配線がね、おかしかったみたいで、突然音がブチって切れまして、ゲーみたいな
ことになりまして、ちょっとわたわたしてしまいました、途中。はい、申し訳ございません。長いことやっててもね、どうしてもこんなことになってしまうんですね。はい。でも、ということで、残りね、10分ぐらいなんで、とてもじゃないけれども、話足りませんので、申し訳ございません。延長させていただきます。延長。ね、ニコ生さん、ね、絶対この話、したいですもんね。私がしたいんで、すいません。もう30分ほど、お付き合いくださいませ。はい。というわけで、ちょっと気分を変えていきたいと思います。ただいまセッティング中です。あと30分もかけてそんなに、アニメの話ができるのかいって話ですけれども、意外といっぱい話すことがあったりなかったり、内容はないんですけどね、ただ単に、今時のアニメ見たでって話を、まあね、私の番組見てくださってる方は多分アニメ好きが好きな方が多いような、どうもコメントを見てると、ね、思いますんで、そんな話をしようかなと思ってたんですが、案外まとめてみたら話すこと多かったんで、ちょっとコーナー化してみました。はい。さて、そんなに話すことがあるのかいっていう感じですかね。ちょっとこれを、おお、どうだ、これを覚えました。カットイン。カットインを覚えましたね。これも使っていきたいな。声でかいね。大丈夫ですね。でかいね。でかいね。でかいね。はい。BGM。インディさん、どんなもんでしょう、うん、こんなもん、音大丈夫、こんなもん、はい。おぉ。はい、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 はい。では、後半行きましょう。後半出発これもなんかドリフっぽくなるね。はい。で、はい。実はね、まあ、今時のアニメ、冒頭にも、ん？どうしたん？お話ししましたけれども、私、40代で、アニメ歴、そのアニメブランクは20年ぐらいあると、まあ、この番組でしょっちゅう言っておりますけれども、こっちでいいか。言っておりますけれども、まあ、そのブランクを埋めるべく、ちょっといいタイミングだったんで、今時のアニメを見てみようかなと思って、はい。結構一週間がっちり集中してみました。はい。で、私なんで今時のって言っても、ね、幅が広いんで、だいたい2000年代以降ということで、はい。0年代以降の、アニメーションですね。で、たまたま某チャンネルで、って言いますか、まあ、ニコ生で、先ほど話しましたけども、一期放送をやってくださってましたんでね、まあ、セレクトが絶対間違いないから、そこ笑うけどちゃうよ。すいません、当たりました。絶対間違いないかなと思うラインナップだったんでね、これを見ておけばというふうに思ったんですが、なんて真面目な私。ありがとうございます。番組のために、時間と情熱を注いでおります。どうもありがとうございます。ありがとうございます。はい。もういい加減にせえって、早せえって。はい。いや、なかなかね、始めたくても始められないよ、この勝負。はい。ちょっと場が温まるまでね。いや、つかみは大事かね、つかみは。つかみは大事。ね。はい。規制を上げる MC っていうのはどうですかね。規制を上げる。突然ピョーンみたいなね。はい。最近そういう技を見てるんですけどね。はい。はーいみたいなね。こういうね。はい。まあ、それいいんですけどね。はい。はい。もう、話始めるということですね。で、私の そうそう。アニメを見る指針としましてね、私一つ、ヒロイン像。はい。というのを、あげたいかなと思っておりましてね。はい。これは、世代によってすごいね、ヒロインがどうなってるかっていう、まあ、多分、私の話、あれはちょっと、当たってんの、出てんのよって。はい。笑う、
やっぱ男性目線で見てしまってというところもあるかもしれませんけれども、まあ、ヒロインを見てると、まあ、大体その世代ごとの意識が分かるということで、はい、私の世代のヒロインとはズバリ南です。あら、ズバリたっちゃんの南でございますね、はい、朝倉みなみさんだったり、なんだ、若松みゆきさんとかね、なんださん付けやねんちね、はい、とりあえずみゆき、はい、我らが足立みつる先生のヒロインが、理想でございました。はい、これは大体70年代生まれの人間は同意していただけるんじゃないかなと思うんですけれども、おっとっとっとと、はい、どうでしょうかね、はい、どうですか皆さん、同意でした、拍手。はい、ユニーさんもそうですよね。ですよね、ユニーさんもそうですよね。はい。だから、青い炎を見てたらね、なんかすごくね、共感しました。はい。あの漫画では、あの80年代ね、島本和彦先生の、まあ、自伝漫画だった、ドラマだったんですけど、なんで、あそこではね、みゆきの、まあ、リアルタイムで読んでるわけですけども、若松みゆきのと、鹿島みゆきの髪の長さが違ってだけで大事件だったわけですよ。あんな時代はあったわけです。言い過ぎかな。はい。我々はそんな時代、青春時代を過ごしてきました。はい。で、そんな私が、今時のアニメを見まして、で、そのヒロイン像についてちょっとね、まあ、軸にしながら分析をしていきたいかなと思います。今日はそうそう、真面目な、すごく真面目な番組なんで、言っておきますけれども、これは、現代のアニメを真面目に語る番組でございますからね。はい。ですよ。はい。そこから最初にちゃんと言っておきたいと思いますけどね。はい。で、最初。ですが、僕は友達が少ない、歯がないというこの効果はなんだっていうね。はい、アニメが一発目でした。あ、これ先週やってましたね。ニコニコカロコア祭りで一挙放送分で、はい、一発目だったんで、うん、ものすごいインパクトがありました。一発目からこれかいっていうすごいインパクトでしたね。なんていうんですかね。はい。タイトルがね、僕は友達が少ないと、ああそうですかって感じで、ああそうなんだ、まあ確かに俺も少ないけどね、うんうん、でもこういうタイトルなんだなっていう、はい、まずそこがすごいなと思ったところだったんですけどね、はい、2011年から12年っていうわけで、ちょうど 2,3 年前ぐらいの、ね、アニメだそうですが、残念系青春ラブコメディと、はい、残念系という言葉初めて聞きましたけど。ね、そんなあるんですね。で、ジャンルで言うと、ちょっとこっちに切り替えましょう。はい、ジャンルで言うと、学園もの、ラブコメで残念系ハーレムということだそうです。はあという感じなんですけどね。はい、で、まあ、主人公の男の子と、まあ、たくさんのヒロインたちが友達を作るためのサークル活動を始めるという。はい、部活です。そう、隣人部かなんかね。はい。いうのが始まった。あ、友達を作る部活かと。ああ、そんなに友達を作るんで大変だったんだっていう。大変なのかな、今の子たちはって思ったんですけどね。はい。なんか、それで悩むんだな、10代はな、とか思って。どうなんでしょうね。昔も悩んだりしてたんかな。あんまりそんな風に悩んでた人って。入ったで、声。くっしゃーいと思って。大丈夫、頑張ってる。いいですか、はい、でもね、友達を作るってだけでもなんか真剣に悩むアニメなのかなと思ったら、まあ真剣に悩んでるところはね、共感できたんですけども、出てくるヒロインたちが、はい、ヒロインですが、たちが、素晴らしくて、歯がないのヒロインさんたちとは、例えば、メイン、ヒロインさんは、独自たでツンデレと。はい、まあ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 、ああ、すごい広いんだなと思って、鹿島みゆきさんがこんなんだったら怖いなと思ってたんですが、もう一人の、美少女系のヒロインですが、女の子なんですが、美少女ゲームにのめり込んでるというキャラでございました。はあ、あと、もう一つすごかったのが、下ネタをバンバン飛ばす妄想少女とかね。すごかったです。はい。いや、僕らの世代にしてそんな女の子が下ネタを言うこと自体ありえないことだったんですけれども、はい。大変なマニアな人でね、ロボット同士が戦う場面で燃えたりとかね、電車の連結部を見て、なんか鉄と鉄のなんかせめぎ合いが燃えとか言って、はい、エクスカリバーとか言ってましたけどもね、はい、
いやちょっと今日は真面目な考察でそんな話は出るんですけどね。あと、妄想癖のね、あの少女とかね、はい、あの面白いね、妄想を言う人って確かに私の世代にもいましたけども、なんか今はちゃんと名前がついてるそうでね、邪気眼っていうそうです。はい、邪気眼って言いますのは知ってます？なんか中二病の一つらしいですよ。はい、中二病、はい、なんかねサードアイがあるっていう。いまいちよわからない。中二病がわからない。今犬さんと話しております。はい、なんかね、僕も最近ようやくね先週いろいろ調べまして、ちょっとだけ詳しくなりました。また特集しましょう。はい、とりあえずクッ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 とか言うわけです。はい、はい。ね、いや面白いです。我はなんだっけ、ま、窓んなんかなんだ魔王の使いとかね、自分は正義のヒーローで、ダークヒーローだみたいなことを言い張ってるわけです。で、まあ、三つ目の目がここにあるから、邪気眼っていうんですかね、っていうことらしいんですけれども、何のことかさっぱりわかんないですね。はい。まあ、さらっていきましょう。夏目が通らいましたね。はい。あと、サザンアイとかなんかもありましたけど、それと関係があるのかないのか、詳しい方お願いいたします。うん。まあ、ね、SF 設定なんで。なんと、なんでってかな。懐かしいね。はい。なんか、ロー SF? うん。なんだっけな。ローファンタジーっていうらしいですね。そういうジャンル。はい。まあ、さらっていきましょう。とりあえず、一発目見たアニメはこれだったんで、私は大変インパクトが強かったです。はい。ちょっと今日は真面目な考察をしております。決して、楽しんでるわけじゃないんだからね。はい。で、次が、ラキスタっていうの。知ってる？ユネさん知ってんの？ラキスタ面白かった。な、面白さが一番面白かったですね。ラキスタから。うん。皆さん一緒に喋る？こっち来て。一緒に喋る？でも一緒に喋ったら長くないですよね。で、ここで、今日はここで押さえておいてください。はい。ちょっと制限かけて、はい。犬井さんちょっと今制限かけておりますんでね。はい。画面に出れないという魔法を私がかけて、押さえておるんです。クッカ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 ッ。はい、いや今日は真面目な考察をしてるんで、ね、そんなモノマネとかしてる場合じゃないんですけどね。はい、ラキスタがね、これ京都アニメーションさんの出世作らしいんですけど、はい、いや面白かったです本当に。ちょうど7年前らしいですね。2007年8年というテレビ放送ね。はい、ジャンルで言うと学園ものコメディ、コメディで空気系、空気系というふうに言われておりました。はい、なんかね日常生活を淡々と描く。はい、これがすごい新鮮でしたね。まあ、もともと、ほのぼの4コマ漫画みたいなものらしいんでね、原作が。ですから、まあ、そういうふうに日常を淡々として描いてるアニメ、漫画ではあるんで、まあ、我々の感覚で言うと、まあ、サザエさんとか、ね、あと、まあ、ちびまる子ちゃんもそうですし、あと、おじゃ漫画山田くんとかね、あんな感じに近いっちゃ近いんですけれども、やっぱりでも、今時っぽいところ、フックが効いた。演出がいっぱいあってすごく面白かったですね。まずオープニングがすごくイケてました。主題歌がね、ラップ調の曲なんですけれども、で全然ラップじゃないんですけど、なんか意味不明の単語が羅列されてる歌詞がすごいかっこよかったですね。でそれでこう踊るんですね、キャラが、ダンスが。であれが多分踊ってみたになるんですかね。オープニングを見てみんな踊ってニコニコに投稿したりしてたんですかね、きっとね。あ、これのことかなと思って、すごいなんかダンスがイケてましたね。あれちゃんと凝ってるんですかね、ああいうとこね。でよく見てたら、これをこのダンスシーンだけちょっとアニメがちょっと違うとか、これは CG、 コンピューター CG で作ってるのかとか思ったんですけどね。はい、なんかダンスがクオリティが高かった。オープニングがかっこよかったです。はい、かっこよくてかわいい、はい、うんですね。はい、というわけで結構一番ヒットしました、私の中では。はい、でラキスタさんのヒーローですが、ヒーローちゃん、ヒロインですが、ヒーロー出てこない、そんなの子ばっかりなんで、ヒロインさん、はい、ゲーマー、コスプレ喫茶でアルバイトしてる女子高生という設定でした。はい、まあね、まあ、我々で言うと、まあね、若松みゆきさんがコスプレをしてるみたいなね、はい、そんな、ことあるかなみたいなね、まあまあ、まあいいかなっていう感じですけどもね。はい、で番組自体もなんかね、コーナーが独立していたりとか、で、エンディングがなんか、キャラがカラオケしてる場面だったりとか、で、後半の方になったら、なんだ、実写版になったりとか、声優の一人がなんか、えらいクローズアップされてきたりとか、どんどんなんか、あらの方向へ脱線していって、なんかその辺の遊び心というのもすごく面白かったです。はい。
や、よかったですね。はい。はいはい。なんか補足をしますとね、よいしょ。空気系というジャンルがあるそうですが、大きいのかな？ほら。使えて慣れてない。はい。これ、まあまあ、誰がつけたか、そんな名称がありまして、もう、まあそういうキャラクターのたわいもない会話や日常生活を延々と、まあ延々と、まあ繰り返すみたいなね、ことを主題とした作品群と。まあ、言ってみたらその作品世界の空気を描いてるというようなね、だから特に何も起きないという。はい。よくある、ドラマチックな展開とかね、誰と誰が出会ってとか、こう葛藤があったり、それを乗り換えたりみたいな、いう展開はないという。はい。ただ淡々とこう、楽しい日常が続いていくみたいなことらしいんですけどね。はい。それはまあまあ、昔はなかったわけじゃないですけれども、まあ、そういうのが一つのジャンルになってるっていうことで、はい。面白いなと思いました。はい。ラキスタでございました。こんな話してたら結構終わりそうですね。大丈夫かな？いいんですか？こんな話ばっかりしてて。皆さん楽しい？はぁ、あ。はぁ、あ。はい。はい。はい。全然。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。困った時に、困った時に拍手頼み。はい。SE 頼み。はい。でね、次が、フルメタルパニックという。あ、その前にね、なんか、魔王優という。あ、どうして？なんで受けてんの？そこ。そこなんで受けてるのよ！あら。おー。フルメタルパニック知ってます？知ってる。知ってる。あ、見てた？見てた？こっち来て話します？でも話し出したら多分1時間ぐらいになるよね。なっちゃいます。あ、ユニさん好きやった。好きやったなって曲をして。ほんまに。1時間じゃ足りない。足りない。ほんまですか？ほんま。いや、私初めて、今回述べたの全部初見なんで、全部初見だった。初めて見たんで、初めて全編一気見みたいな、とんでもないこと言ったんですけど、フルメタルパニックは2002年だそうです。12年前だった。結構、今回取り上げの中で一番古い作品なんですけれども、SF ミリタリーと学園ラブコメディが合体しているという、ね、いや、それありえないなっていう。いや、最初にね、そういう説明を読んでたんで、どうやって繋げんのと思ってたんですけど、かなり強引な繋げ方で、そこがビビりましたけどね。で、結構、SF でもソフトじゃなくて、割とハードなミリタリーですよね。結構ハードなミリタリーっぽさが出てるのに、一方では学園でイチャイチャしてるって、イチャイチャはないけど、まあまあまあ、青春してるのと、同じ主人公がね、戦場、結構ハードな戦場と、学園を行ったり来たりしてるっていうのが、なんか破綻なく描かれてるのかなと思ったら、どう考えても破綻してるような気もするんですけど、まあこれはいいのかなって思いながら、はい、見てたんですが、はいはい、面白かったです、結構。な、SF 接点とかすごくハードなんですけどね。で、なんか、もともと原作は、あれかな、ライトノベル、ロメル小説なんかなと思うんですけれども、だから、結構かっちり分かれてたみたいな、そういうハードな内容のものと、まあ、学園の日常のものとか、なんか割と分かれてるのは、アニメでは割とこう、それをミックスしたみたいな話だったんですけれども、はい、まあまあまあ、そんなのが、はい、気になるヒロインですけれども、ヒロインさん、名前知らないですが、またまた残念なヒロインでした残念なヒロインが最近のあれなんですね、流行なんですね、流行というかそういうポジションかな、私が見たのが悪いんですかね、それともそれがもう今はスタンダードなのかなと思ったんですけど、また残念なヒロインみたいな、鹿島みゆきはどこ行ったんみたいな思ったんですけど、いえいえいえ、じゃあ我々の世代の常識で捉えたですよ、ヒロインが、まあ、ツンデレなのはいいんですけれども、まあ、大体、主人公ぶん殴るとかね。はい。みゆきさんにぶん殴られたりしてました。ねえ、タッチが。タッちゃん殴られたりしたら辛いでしょ。ねえ、ほんまに。はい。でも、フルメタルパニックの、主人公は結構正統派ヒーローだったんで、そこは良かったですね。はい。いや、そうそう、ヒロインはやっぱり、重要なファクターなんでね。で、フルメタルパニックはツンデレの主人公と、あと天才だけどドジっ子みたいな美少女キャラと、大佐でしたっけ？はい。で、あと、強気の、姉御さんというような感じで、三枚看板で、これは最強だなと思ったんですけど。はい。でも、案外、これはもう古典に入るのかもしれないですね。最近のアニメの中ではね。はい。ちょっと
どちらかというと我々私でもなんか馴染めそうな内容なんでね、はい、最近何はもっとぶっ飛んでましたから、もっとぶっ飛んでるのかなと思ってたんですけれどもね、はい、で次の、アニメがですね、俺妹という俺の妹がこんなに可愛いわけがない、2010年か2013年のです、4年前だそうですね、はい、ライトノベル原作で、ライトノベルです、まあ、小説ですね、軽めの小説、角川みたいな、まあ、いいか、角川のなんかその系の文章があって、そこから、漫画になり、ドラマ CD になり、アニメになり、ゲームになりっていう、メディアミックス展開をしている作品だということですが、はい、なんか結構そういう、あの昔ね、我々やった原作もな、漫画が原作で、そこからアニメ化みたいなルートしかなかったんですけれども、今は結構いろんなパターンがあるので、それによって、あのアニメの作品のなんか仕上がり具合が違ってくるんだなというような認識ができました。はい。でね、これ妹さん、ジャンルが、妹萌えだそうです。そんなジャンルあるんだ。はぁ、はぁ、と思ったんですよ。はい。で、ヒロインですが、気になるヒロインですが、優等生のヒロインなんです。やってきた、やってきた、へ、やってきた、優等生。鹿島みゆきだ、来たと思ったら、実は、隠れオタクだったという。はい。で、それを、お兄ちゃんにカミングアウトするところで、物語が始まるんですよね。はい。で、どんだけすごいかと言いますと、男性向けアダルトゲームにドハマりをしているというヒロインで、いやー、そんな鹿島みゆきは嫌だ、俺、と思いましたけど。はい、すごい設定ですよね。まあ、歌詞でね、若松みゆきさんが例えば、エロゲーやってるみたいな、みたいな、そんなんか今よって思ったんですけどね。まあ、ね、すごいですね。でもまあ、そうは言いながら、アニメ自体大変面白かったです。はい、で、結構アニメやゲームを取り巻く状況を、まあ、ちょっとシリアスな面も含めてね、まあ、社会問題的なところも含めて取り上げてる姿勢が見えたり、見えなかったりしたんで、まあ、深いなと思ったんですけれども、はい、まあ、単に面白がってるわけではないのかなと思うんですけど、まあ、登場人物が全てオタが入ってる人たちばっかりだったので、はい、大変共感を持ちました。じゃなくて、はい、はい、面白かったです、はい、まあ、こんなのがありまして、え、次ですね、はい、次は、次はね、ハードまたハード SF、 ちょっと一個飛びましたけど、魔王よというのもあったんですが、私これちょっと見れなかったんで、どんな話かわかりません。で、次、ハードSFで、シュタインズゲートという、はい、ありまして、これが2011年か2013年の、なんかおよそ3年前なので、割と新しい SF、コメディかな ?SF コメディだと。意外とというか、すごくハードSFでしたね。はい。で、これはゲームソフトが原作でした。はい。で、タイムトリップという設定が物語の主軸です。はい。知ってました？シュタインズゲート。ニーニーさんに問いかけております。はい。皆さん知ってました？知ってますよね。私よりもずっとずっと知ってますよね。視聴者の皆さんね。はい。なんか初めて見た人がどんな風に反応してるかっていうのを、じゃあ皆さん楽しんでやってください。はい。でもね、シュタインズゲートほんまに一番面白かったです。僕的には。っていうのは、もうやっぱり年齢的なもんもあるのかもしれないですけどね。一番、なんでしょう、年齢層高めな感じがしたんで。まあ、グッと来たところがいっぱいありましたけれども、すごいね、タイムトリップの、なんかほんまに現れたんですね、アメリカにいる実在の、間違えた。30年後から、やってきた、なんだ、タイムスリップ、私はタイム旅行者だっていう。いるんです。なんかそういうのも下敷きになってまして、設定がすごく面白かったです、はい。でね、なんですよ、時空パラドックスが物語の主題なんで、まあ、最初はね普通の話になったんですけど、中編ぐらいになってきてからどんどんタイムトラベルを繰り返して、だから話がどん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 複雑になっていって、その過程がすごく面白かったですね、うん。で、舞台が秋葉原、はい。で、研究所のメンバー、気になるヒロインですが、はい、ヒロインはネラーでした。ネラーっていうの、はい。で、頼りになる相棒エンジニアも、喋る言葉が全部2チャンネル語という恐ろしい展開でございましたけれども、はい。あとね、
女性キャラレイヤーの方がいらっしゃりとかして、その今どき感が大変、新鮮でした。で特にあのヒーローですね、あの主人公の男が中二病バリバリの大学生みたいな設定で、その辺も大変あの共感できるところでありました。はい、面白かったです。まあ、それはいいんです。まあ、でもそういう今どきな設定がありながら結構話はすごくハードで楽しめましたね。なんかバッドエンドを避けるべくタイムリープを繰り返すみたいなことなんですよ。はい、でもそれがすごくゲーム的なんだろうなと思いまして、私あのゲームやらないんでね、わからないんで想像しかしない。こんなこと言ってたらそのうちゲームやらないといけないんですよね、この番組のために。まあゲームでなんかハッピーエンドとバッドエンドがあるんですね。なんかそれをそういうのを仕込まれてるゲームが原作なんで、それを元にアニメに組み立てたらこうなるんだろうなということなんですけどね。はい、まあ、それはともかく、でもすごくよくできてましたね。ストーリーが結構泣けましたね。はい、あともう一つ、あの主人公の主張がね、あの別に中二病全開できたっていいじゃないかっていう、あのすごく心強いこと、あのメッセージが作品に込められてあったんじゃないかなと思いました。はい、じゃあこんな話ばっかりしていいんですかね。本当にね、ありがとうございます。そして、期待しておりました、期待しておりました、一番期待しておりました、名作、知名度が一番高い鈴宮春日の憂鬱、見ました。はい、全部見ました。すごいですねこれね。これも2006年から2007年、約8年前の作品となります。多分知名度では一番なのかなと思うんですけども、京都アニメーション制作で、いわゆるこういった萌え系なのか SF 系、ジャンルが学園 SF で世界系空気系という、まあ、多分今のアニメを代表するような、はい、特徴を持った作品だと思いました。と言いますのは、すごくね、クオリティの高さを感じたんですが、私が唯一ついていけなかったという、はい、って結構自信、何に対しての自信はあるんですけれども、いやー、春日さんもすごかったですね。なんかね、バランス感が、学園ものであり、で、SF ものでもあるんですけど、ちょっと SF とかね、藤子不二雄さん的な、少し不思議みたいなテイストではあるんですけれども、意外とというか、ものすごく緻密なものが、こう、設定がベースになりながら、お、これはきっとすごい SF ドラマに違いないと思ったりしたら、その話は、あれ、いつになったらどうなるのみたいな。はい。僕は勝手に、まあ、全然見てなかったんでね、主人公の女の子ね、春日さんがいて、まあ、それに周りの女の子、周りのキャラクターが、まあ、彼女に振り回されるみたいな、ストーリーなのかなと思ってたんですね。で、まあ、確かにその通りではあったんですけども、その辺がなんか微妙に、むしろ周りが気を使って主人公の面倒を見てるみたいな、はい、そういう不思議な空気感であり、で、この彼女、主人公もなんか、ツンデレなのか、イタケダカなのか、行っちゃってるのか、まともな常識人なのかよくわからないという不思議な感覚でありまして、はい。なんかね、そういう、いわゆる先ほど言いましたね、空気系のアニメかなと思ったらそうでもないし、っていう、両方合わせ持ってて、そのバランス感がすごく謎でした。何がしたいんだろうとか思いましたけどね。はい。で、絵がすごく細かくて綺麗でした。作画がね。はい、特に有名な文化祭のバンド演奏シーンですが、はい、冒頭でも言いましたけれども、文化祭でバンド、ね、バニーガールの格好をしてゴトノーズを歌う場面があるんですね。はい、あれはさすがになんか絵がすごくかっこよかったし、なるほどこれは名場面だなと思って、一緒に見てる人たちもえらい盛り上がってましたけれども、ただ私ね、勝手にあの場面だけ見て思ってたのはね、あの場面だけ切り抜いてして、あまりにも有名なんで、あれはきっと主人公と、まあ、ヒロイン、まあ、言ってみたら、鹿島みゆきがじゃなくて若松みゆきがと、たっちゃんがまあ、いろいろあって、まあまあ愛しまあ、好きだったり離れたり喧嘩したりとかいうのを繰り返して、まあ、いろいろなこう圧力を乗り越えて、まあまあ、ラブコメがこう最高に最高潮になった時にあの場面が来るんだと思ってたんですよ。だからすごい熱唱するじゃないですか、春樹さんがね。
なんかすごい気持ちが伝わる場面なんだろうなと思ったんですね、主人公に対して思ったんですけども、全然そんなことはなかったです。はぁはぁって、そうなんだって、そんな展開、私の、古い頭ではついていけない展開でしたが、はい、一番びっくりしたのがエンドレスエイトという、放送があったんですけどね、これがまた SF の恐ろしいところで、同じずっと延々と同じ時間帯をループしているという、はい、これはね、先ほどのシュタインズゲートでもあったこういうループものの SF のね、よくあるじゃないですか、まあ定番らしいですけどね、そういう一回終わってまた最初から繰り返すみたいな日常っていうのがあったんですけれども、それだけだと別に驚かないんですけどね、それこそビューティフルドリーマーでも我々の世代のね、押井守さんのビューティフルドリーマーでもあったぐらいなんで、それ自体は別に不思議ではないんですけども、この作品に関してはそのエンドレスを、まあ、まあテレビ放送なんですが8週連続やったというほぼ同じストーリーをありえないなとか思ったんですけど、これは一体どういう演出なんだろうなって思ったんです。本当に同じストーリーが終わって一回終わってまた1週間経ってまた1週間後にまた同じストーリーがあって、ああ今回もループが抜け出せなかったで終わってまた次の週から始まってみたいな、なんかそういうことを延々としてたんで、はい、一挙放送だったら繋がってたんで安心してましたけども、あれこれ毎週見てた人はどんな気持ちで見てたんだろうなと思いました。すごい演出をするなという、はいね、はい、まあ、そんなことで、まあ、まとめて言いますと、やるな、この俺がついていけなかったとは、春日やるなっていう感じでした。はい。ありがとうございます。そして、あ、そうそう。空気系じゃなくて、世界系っていうジャンルがあるそうです。はい。なんか補足しておきます。大丈夫かな、まだ10分ありますね。なんかね、いやもうこれぐらいでまとめておきます。え、イネイさん来て延長します?イネイさん話したいんですか?あ、いや、こんな話で延々とつなげてもね、いや今延長してもいいよっていう風にね、言ってくださったんですけども、ちょっと退屈な話はええ加減にやめておきましょう。そうですね、今日からね、ね、ことこと後番組がなくなってしまったんで、私はゆったりすることができるんですけれども、はい。はい、で、今の、空気系じゃなくて、世界系っていう、まあ、そういう言葉がね、まあ、どれだけ流通してるかどうかわかんないんですよ。私が見たところで、あ、なるほどなと思ったんですけどね。まあ、いわゆる90年代後半から、0年代にかけて作られた、若者の自意識を描写する作品群っていうことで、つまり主人公の、まあ、大概の場合男の子のこう内なる世界が世界とつながってるみたいな設定のアニメが大変たくさん作られたそう で、この1990年代後半に何があったかというとエヴァンゲリオンですね。そうですね、エヴァンゲリオンにもろに影響を受けてるなというような作品が結構多かったですね、うん、まあそれはしょうがないですね、そんだけ、後世に強いインパクトをね、はい、与えた作品だったんだろうと思います。はい、はい、ということで、いよいよ最後の1個ですが、はい、すいません、もうちょっとお付き合いくださいね。はい、そうで、これ昨日ですけどね、未来日記というアニメがあったそう、ありまして、で、私もこれはあまり前調べをせずに見たもんですから、ビビりました。未来日記っていうとね、なんとなく未来からのね、指示が来て、それで恋が、男と女、本当に恋に落ちるのかみたいなね、そんな企画が昔、うっちゃんなんちゃんのテレビだったんでね、なんとなくそんなラブコメっぽいイメージを勝手に持ってたんですね。それが運の尽きで。で、いざ見てみたらですね、ほとんどホラーでしたね。もう血で血を洗う、このことは放送で言っていいのかあれですけど、少年少女が生き残りをかけて戦うっていうね、バトルロワイヤルものでした。はぁーって感じでしたけどね、いやー結構刺激強いというか、エグかったですね。こういうのをやるんだなっていうのが正直な、感想だったんですけれども、未来日記。漫画が原作ですね。2011年から2012年にかけてということで、3年前です、ちょうど、大体、の作品でした。だから、絵はすごく綺麗で、なんでしょう、映像もかっこよかったんですけれども、絵が綺麗なだけに、描写がすごく、
来ますね。来ましたね、はい。ジャンルとしてはサスペンス、ローファンタジーということで、はい。で、気になる未来日記のヒロインですが、このヒロインがやばかった。まあ、主人公のストーカーとかから登場しまして、はい、で主人公がね、いろんな人たち、成り行き上いろんな人から狙われるので、その彼を守る、大好きな彼を守るためにスイッチオンで、ナイフを振りかざして敵をバッタバッタと倒していくという恐ろしいキャラクターで、はい、もう目がいっちゃってるという感じで、うん、でそれが、まあ、少女なんでね、キャラクターなんで、なんかちょっと痛々しかったんですけれどもね、はい、まさに最強彼女でありました。はい、これが朝倉みなみだったら嫌だなと思ったんですけれども、はい、これがでも2010年代の、心の風景なのかなとちょっと思いながら、思おうと思いながら見てたんですけれども、はい、でも話自体はよくできてるといいますか、すごくこれまた面白かったです。はい、こう主人公を監禁したりとかするんですね、ヒロインが、はい、それでも面白かった。なんか許せちゃうような、単純に言っちゃってる彼女ではなくて、やっぱりこうきちんと深いところなんかいろいろあるんだろうなみたいな描かれ方がしてるのでね、オープニングだと、まあ、大変恐ろしい格闘シーンがオープニングから始まってるんでね、まあすごいアニメもあるもんだなと思いながら、はい、やっておりましたが、はい、で思った通り、まあ、いわゆる倒さなければいけない最強のラスボスはヒロインだったという、はい、恐ろしいですね。主人公はね、言ってみたら、たっちゃんが朝倉みなみを倒さないといけないという、最後に、こんなアニメです。はい、すごいぞ今のアニメと思いました。はい、しかも設定は中学生なんでね、うん、はい、ただもちろんそれだけじゃない、もっと奥深いものがあるんでね、しっかり見たら、ああ、最後にはちょっと感動するものが込み上げてきましたけれども、はい。まあ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 、ざざっとこんな話ですが、はい、でした。これが初見の感想だ、どうだ。はい、コメント待ってたんですけど、みんな見てるだけですね。はい、ありがとうございます。まあ、コメントしづらいわな。はい。いやでも私、ようやく今の、ちょっと見てみますね。はい。ようやくでも今の、流行に乗ったぜ、みたいな。はい。気になってるんですけどね。どうですかね、このラインナップでね。なんか、どれもこれもすごく面白かったですけどね。はい。いやいやいや、もう見ました。はい。じゃあな話で、あと4分切っちゃいましたね。はい。お。うん、はい。というわけで、どうもお付き合いありがとうございました。ありがとうございました。最後、ヨタ話おまけでつきましたが。はい。でもね、こういう、なんでしょう、新しいものをどんどん紹介していきたい、いけるような番組になりたいなと思っております。はい。で、まあ、相変わらずこんな感じで、タン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 ってやっていく番組ですけれども、どうぞ。これからもよろしくお願いします。空気系ユーストリーム番組目指そうかな。なぁ。はい。あ、そうそうそう。なんだ。なんでしょう。淡々と話すキャラって結構いいっすね。なんだっけ。春日に出てきた、ね、宇宙人のインターフェースだっていうね、自称。なんだっけ、なんとかさん。ね、なんかすごい人気でしたけども。でも可愛いですね、確かにね、うん、でもあれが大人気っていう、はい、のが今なんだなって、今の若い子たちのね、何でしょう、アイドルなんだなというふうに認識すると面白いですね。はい、でもそうそう、でまとめますとね、まあ、ヒロインキャラっていうのは時代とともにこんだけ変わったんだなというところを振り返ったんですけれども、で私としてはね、結構いけました、いけてました。はい、ね、鹿島みゆきや、まあ、朝倉みなみではないですけれども、はい、ああいうタイプのヒロインと違いますけどね、今の子たちはそんなに憧れでも優れてもなかった、どちらかというと身近な存在以上になんか、ちょっと壊れてる女子がほとんど
だったのがすごいなと思ったんですけど、壊れてるって思うのは多分僕らのおっさん的な感覚なのかもしれないですね。なんかむしろあのそういうところが愛おしいというのが気になりましたね。これが萌えの本質なのかなっていうふうに思いましたが、皆さんいかがでしょうか。はい、これがもう多分萌えなんだろうという、なんかちょっと掴みましたよ、俺掴みました。はい、ありがとうございます。あ、気がくらけましたですね。じゃあエンディングに行きましょうかね。はい、はい、というわけで、来週ですが、この番組はですね、そうそう、あのなんかね、大阪の陣400年記念イベントというのに、なんか急遽呼ばれましたので、今週日曜日にあの大阪城で多分この武者さん書きます。はい、ちょっと急な話なので告知が追いつきませんが、まあ、もし大阪城行くでっていう方がいらっしゃったら、あの気に留めてやってください。はい、ちょっと正式な出し物じゃないんでね、私もちょっと行ってみないとどうなるかわからないんですけども、まあ、うまくいけば来週この時間にこんなんやってーみたいな、こんなんやってねーみたいなのを、ね、お見せできると思いますので、どうぞよろしくお願いします。はい、そんな感じであと一歩。はい、じゃあちょっと最後のね、あの締めをしたいなと思いますが、はい、そうそう、この番、前ね、アニメクラブさんでしていただいたときにね、アニメで、怪物くんの例の有名なオープニングを真似てるアニメがあるよっていう話をして、その時は何のことか覚えてる人覚えてますというコメントをいただいたのが、それからキスタだったんだなというのを、今回は、わかりました。こうやって一つ一つ賢くなっていきますよ、私は。はい。てか、どんどん、お金目覚めていくことですがね。というところで、はい。じゃあもう、このまま終わりましょうかね。はい。じゃあ、終わりますよ。終わるでございます。が、さよなら。終わらない。エンドレスループ。終わらないです。